いいアンパイアでしたよ。公正公平な3球目振らなかった大杉さんの勝ちですね。こんなこと平川さんに言っちゃまずいけど、まあいいやね。江川卓の高され。今回は江川さんと審判について。審判、はい、一度ありましたよ。はい、以前江川さんが高校時代の時の審判、はい、まあ長野さんのお話を、はい、取り上げたんですけども、はい、今回は江川さんがプロの時の審判の話題について。はい、審判の相性っていうのをちょっと調べてきまして、はい、どの審判の方が球審やられてる時に江川さんの勝率が高いのかっていう。なるほど、なるほど。はい、まずそこの江川さんと相性が良かったっていうのを記憶している審判の方って言いますか？多分記憶では一番勝ってると思われるのが三浦さん。はい、三浦さんが球審を務めた時は12勝1敗1戦。あ、そう。で勝率は9割2分3厘。あの三浦さんはあの広いんじゃなくて、あのきっちりすごく取る方だったんですよ。だから全くそのなんていうか点数とかイニングとに関係なく、ストライクゾーンは最初のイニングから最後まで変わらなかった方なので、あのすごい好きでしたね。きっちりきっちり、あのイニング変わってストライクゾーン変わるっていう、ストライクボールが変わるってことがあるので、それなかったんですよね。はい、それとあのストライクボールがあの早いので、投げたらバーッとすぐストライクボールっておっしゃる方で、多分タイミングがあるんですよ。投げてこうしばらくしてストライクってやられると、その間が空くのダメなんですよ。だから投げてパーンって投げてストライクって言われるのはいいんですよ。投げてどっちなのって言った時にストライクってやったりすると、僕は間がダメだったので、そういうのはあると思いますね。三浦さんは、まあ、最も相性の良かった審判の一人だと思うんですけども、はい、三浦さん の、 この異名って知ってますか？異名？はい、何だと。異名ってなんだ？ただ別名何と言われていたか。三浦さんが、はい、この12勝1敗1セーブという好相性を称して。マスコミが言ってたのそれ？まあ、はい。なんだろう、そんなんあれだったらあのお笑いの方みたいになるよね。名前書いてね、面白いお笑いの人たちが名前少しかいじるじゃんね。モノマネする人がさ、似たような名前つけるし、ああいう感じではないんでしょ？ああいう感じではないです。じゃあもうヒント、はい、大ヒント。江川のほにゃらら。江川のほにゃらら？わ、これ江川のほにゃらら？三浦さんが言われてたの？はい。え、江川のストライクゾーンとか言われてるんじゃないでしょ？違います。江川のフルコースとか。そんな感じなんでしょ、きっと。まあ、もうちょっとシンプルです。お好みとかっていう。あ、もう近い、シンプルですね。はい。お好みと、江川のお好みだから、東京だからお好みじゃ、お好み焼きじゃなくて、なんか、こういうのありますよね。江川のもんじゃ。江川のもんじゃ。あ、そのもんじゃ。そのもん面白かったよ。正解は、江川の恋人。ああ、なるほどね。そうか、そんな、皆さんに申し訳ないね、別に。甘くしてくれたわけじゃないですよ、別に。バレンタインデーにチョコレートも差し上げてないですよ。あの、1回しか実際には負けてない。同じく12勝1敗で、まあ、勝率9割2分3厘の審判の方がいるんですけど、もう一人。三浦さんと？はい。平子さん。違います。あ、誰だろう。12勝。まあ、12勝1敗です。うん、勝率が一番、並んで一番高い審判。いやー、そんなのさ、気にしたことないもんな。わかりません。はい。田中俊幸さん。田中さん？そうです。同じく、12勝1敗だった審判の方は、田中さん。田中さん。はい。うん、まあ、その次に、12勝4敗。12勝多いんだね。12勝多いんですね。勝率7割5分。で、丸山さん。ああ、丸山さん、はい、わかるわかるわかる。このあたりの審判の方が相性が良かった、勝率が高い審判。はいはい。じゃあ反対に相性の良くなかった審判。久保田さん。久保田さんは8勝6敗1セーブ、なんで勝率5割7分1厘、平均ぐらいっていう感じですね。いや、久保田さんはね、なんでイメージあるかっていうと、確かね、久保田さんピッチャーだったと思うんですよ、出身が。
なんかそれが聞いたことあるような気がするんですよ。だからあのピッチャーの出身のアンパイアの方はコース辛いんですよ、ちょっと。でバッターの出身のアンパイアの方はコース少し、まあ、広いって言わないけど、ちょっとこうピッチャーの方に比べるとボール半個ぐらいあったような気がするんですよ、僕のイメージはね。ちなみにその久保田さんは江川さんのプロ初登板を、はい、そうですか。ラインバック打たれた時もね。そうですか。久保田さんだった。もっとあの勝率が低い審判の方いらっしゃいます。はい、言ってください。一番まあ勝率が低いのは岡田さん。あ、岡田さんね、あの外側の大杉さんの時にバーッとマウンド降りていったら岡田さんバーッと前に出られて怒ってこられたんで、今のボールでしょって言ったやつね。はい。で、その岡田さんはストライクじゃないかって言う岡田さんが言うと思ったらしいんですけど、ボールですよねって言ったのは覚えてます。岡田さんは3勝5敗で勝率が3割7分5厘、まあ、最も低いので、でも きっちりしてましたよ、ストライクと岡田さんは。今江川さんが話していたのが82年の5月30日のヤクルト戦。あ、やっぱ残ってるのそれ。はい。で、あと1球というところで、はいはいはい、あの勝利を逃した試合だと思うんですけども、はい、まあ、1点リードで迎えた9回2アウト3塁で、うん、対大杉さんで、これノーツーです。ツーナッシング、はい、ツーナッシングから、ね、外側のカーブ、はい、外側のカーブがやや高めなんですけど、はい、岡田さんのジャッジがボール、ボールでもボールだったんですよ。ボールだったんですけど、わざと降りてったんですよ。した岡田がストライクじゃないかって言うと思ってて、うわっと怒ってこられたから、僕はボールでしょって言ったんですよ。でそれで別に 何も返ったんですよ。で失敗はその後ボールまたもう一個ボール半個外して外にカーブ投げたんですよ、確か。で2エンド2になった、2ボール2ストライクになったと思います。その後のストレートを右中間に持って帰ったと思います。だよね、確か記憶でそうだと思ったな。だからあれは記憶に残る、あのもう大杉さんがあのボールは振らなかった、3球目振らなかった大杉さんの勝ちですね、妙に覚えてますね。右中間きれいに持ってかれましたね、5球目、はい。ちなみにその岡田さんなんですけど、87年の9月20日の広島戦も岡田さんが球審ですし、サヨナラホームランの、あ、本当、はい、20勝をマークした試合も岡田さん。あ、そうなんですか。あら、初めて聞いた。僕がいいアンパイアってのおかしいですけど、いいアンパイアでしたよ。公正公平な、本当に。まあアンパイアに言い悪いないけど、上手でしたよみんなね。面白かったの平子さん。平子さんはこんなこと平子さんに言っちゃまずいけど、まあいいやね。平子さんは割とこう試合の展開によってこう、あのなんていうかな、アンパイアとして試合を構成していくから。意外に。そうやってて面白かったですね。こう、あ、平子さんここだったらボールにするなとかって、ストライクをボールにしたり、こう、試合を面白くするのが好きだったんじゃないかなと思うんですよね。僕も投げてて終わりました。思う、あの、面白かったですね。ここボールにもストライク取っちゃうかなとか、ここストライク瓶投げてもボールって言うなとかっていうのも結構ありましたから、それで面白かったですね。先ほどの話に少し戻るんですけど、まあ、相性の良くなかった。審判で、はい、あとその他です と、山本文夫さん、はい、山本さんはね、広島出身じゃなかったっけ。カープ戦が多かったんですよ、山本さん。だから僕結構打たれてると思いますね。あとは福井博さん。あ、福井さんね、福井さんもね、意志の強い方でしたね。あの横でストライクって、横でカーストライクってやる、あの声もストライクっていい声出されてましたから、あのストライク投げながらストライクっていい声出てんねと思いながら投げてました。でしたが比較的あの、まあ、あの勝率が低かった、江川さんの勝率が低かった審判というところで、でもう一つ、はい、江川さんの登板試合を最も多くジャッジした球審は誰だと思いますか。最も多くジャッジした一番試合数が多かった、今言った中に出てないってことですか。出てます。出てる。一番多かったの平子さんじゃないですか。平子さんです。平子さんが31試合で、あ、はい、一番多かったですか。一番多かった。でもあの平子さんは西本が7回まで、あ、9回か、9回までリードしてて、セ・リーグ優勝のヤクルト戦ですね。で僕がリリーフに9回満塁になっちゃって、急に行って、ツーアウトになって丸からも出てきて、ストレートストレートでファール、ストライクかちょっと覚えてないけど、
ツーナースイングから外の、カーブですね。で微妙なところ、それはどっちでもいいところですね。それを最後ストライクって言っていただいたのを、その場面覚えてますね。なんかここまで映像で見たらギリギリどっちでもいいものだったんですよ。だけど、平子さんは試合を作るって言ったでしょ。でその時やっぱりなんとなく雰囲気的に、ああっていう感じで、平子さんが決められて、ストライク取られたんですけど、もちろん丸川の何 も文句を言わずにパッと終わりましたけど、ああいうところが平子さんの特徴だったなと思いますね。まあ、多分もう投げる前から平子さんは、ここは江川ギリギリの外 のカーブ投げてくるんだなと思って見てたと思うんですよね。ではそこは外れてるか入ってるかわからないけど、そういう予想で見られてるアンパイアの方だったから、そこに来たので、ストライクってやったんだと思いますけど、はい。そんなことを思い出しますね。こうやって見ると、審判によって結構、成績が、勝率が9割以上の方もいれば、うん、3割台、4割台の方もいるんですけど、うん、この辺のなんか意識といいますか、なんか得意な審判とかっていうのってあったんですか、現役中。まあ、偶然それが、勝ったり負けたりになってるんだと思いますけど、やっぱりさっきちょっと言いましたけど、ストライクのこう投げた時に、ストライクとかボールっていうタイミングってすごくこう僕は早かったんでね、せっかちに。投球感覚が早かったんで、普通の人のピッチャーの感覚で投げると、こうアンパイアの方投げてしばらく息つけるじゃないですか。で、僕の場合その時間がないと思いますよ。ポンと受けたらすぐ入ってたんで、アンパイアの方もすごくこうタイミングが合うのは難しかったんじゃないかと思いますね、ストライクボールのコールに。というふうに今思います。それは偶然その勝ったり負けたりっていうか、勝率のいい方もそうでない方もいらっしゃいますけど、今いろいろお話聞いてみんな思い出しますけど、本当にこう、正確なジャッジをずっとしていただいて、いいゲームができたなっていう思い出だけですね。久保田さんピッチャーでした。あ、やっぱりそうですか。はい。それから山本さんは広島の部出身で、やっぱり。現役時代も広島東洋カープに在籍されていた。ああ、そうですか。あと質問なんですけど、はい、もう本当にごめんなさい、愚問かもしれませんけど、同じ審判でも、はい、平子さんと、はい、例えば福井さんを比べた場合に、はい、平子さんって僕すごいスマートなイメージがあって、うん、インサイドプロテクターを、はい、最初につけたのおそらく平子さんじゃないかなと思うんですよ。で逆に福井さんは、はい、最後まであのでっかいプロテクターでやられてました。なんかこう投げやすいとか投げにくいとかっていうのは審判の防具で影響されるようなことっていうのはないんですか？防具ではないですね。ただまあ、ギリギリ投げてストライクの感覚投げた時にストライクかボールかによってすごく幅が1インチの幅が違うし高低も違うんで、それはやっぱり同じと言っても少し広めのアンパイアの方と狭めのアンパイアの方がいるので、まあ、ピッチャーですから少し広めに取っていただいた方がそれはもう投げやすいのは事実なんですよね。こうつけてるプロテクターによって投げれなかったってのはないですね。もう本当にジャッジのストライクとかボールのタイミングの速い人の方が好きだったっていう、投げやすかったっていうか自分が速いんで、いうだけですかね。こんな時にこういうアンパイの方のお話、いつもアンパイの方の話出しますけど、こうやってしみじみその話したことがないので、今日は非常に私は有意義でしたけど、まあこれをまたファンの方が見られてて、ああ、その時はアンパイの方だったかとかっていうのを言っていただけるとありがたいですけどね。はい。非常にこう、いい回でした、私にとっては。